こんばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、反社会勢力っていうのに対して少しね、お話をしたいと思います。このね、反社会勢力とね、取引があるとかね、お付き合いがあるっていうのはね、非常にこのね、不利益があるんですけど、で、これね、定義がちょっと難しいんですよね。まあ一応なんですけど、目安としてね、まあ、例えば暴力団とか暴力団員、またね、暴力団準構成員とかね、暴力団関係企業がね、まあ、反社会的勢力ですよと言われてますね。あとは他にね、暴力団員で、亡くなった時から5年を経過しないものとかですね、暴力団等と密接な関係を有するもの、まあ、いわゆる共生者、密接交際者ですね。で自らまたね、第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等をですね、行うもの、これはね、反社会的勢力と言われてますね。で、こういった人たちと例えばなんか絡んで、まあ、今ね、例えば YouTuber で有名な宮迫さんとかね、吉本興業辞めたりとかしてたと思うんですけども、まあ、なんてですかね、その、まあ、要はその所属タレントもね、個人事業主なんですけども、まあ、所属している会社もね、当然なんですけど、企業体で、こういうね、反社会勢力みたいなのとこうね、関係がね、あるんじゃないかっていうことでね、認定されてしまうとですね、まあ、例えば、なんですかね、こう銀行とか金融機関との、ね、取引ができなくなったりとか、まあ、不動産の取引ができなくなったりとか、まあ、いろんな、ね、こう不利益を被りますよということで、これ実はね、従業員を、ね、募集した時にも当然ね、この従業員、大丈夫なんですかっていう、ね、チェックをね、実はしていたりしますということで、まあ、本当にね、反社会的勢力って言われてるものとね、関わり合いを持ってると疑われるだけでもね、まあ、本当に一個人もそうなんですけども、ね、例えば企業経営をされてる人とかね、まあ、そういった人もね、非常にこうね、マイナスが大きいなということで、まあ、そういう関係がないんであればね、当然私はそんなのにね、一切関わってませんと。いうね、まあ、抗弁っていうのをね、絶対しなくちゃいけない。まあ、そんなね、まあ、深刻なね、信用を、まあ、毀損するような話になってしまいますよということで、まあ、逆に言うと、それができないから、あるいはね、そういったお付き合いがあったことを認めたから、まあ、そのね、宮迫さんはじめね、まあね、空手家の入江さんとかもそうですけども、まあ、結果ね、その処分を受けてね、まあ、どうでしょう、特に関係が深かった人はね、まあ、その企業からまあ、ね、追放されてしまいましたっていうのがあって、でこれね、実はですね、YouTube なんかでも例えばガーシーとかね、赤バンされましたよっていうのがあるんですけど、彼の周りなんかにもね、そもそもまあ見るからにというね、反社会的勢力の人がいるんじゃないかと言われてますし、またね、実際暗号資産等のね、詐欺被害に遭った人たちのね、詐欺を働いた人がね、彼の当選を一緒に祝ってたっていうわけですから、まあ本当にね、まあ、かける言葉も見つからないってレベルなんですけども、まあそのようにね、どうですかね、これがね、普通は反社チェックっていうのは、例えば警察 OB だとか、まあ、そういったね、なんか調べるね、更新所とかね、あって、そこでまあ調べるんですけど、これがね、例えばですけど、裁判で認定されましたとかってなってくるとね、これ実はすごくね、まあ、ちょっと言い訳できないなっていうレベルになってくるんですね。ですから、まあ、難しいんですけど、こうなってしまったら、仮にね、裁判所が認めましたよっていうふうになってしまったら、まあ、その中でちょっとね、いろいろやっ
ていくしかないんだろうなと。例えばですけども、何かね、新たなこう融資を受けようと思って、まあ、仮に銀行が、いや、取引できませんよとなった場合には、まあ、仕方ないんで、その自己資金の中でとかね、まあ、あるいはあの他の金融機関でもしかしたらね、あの銀行じゃないところであればね、融資してくれるかもしれませんから、まあ、そういったところとかねを利用して、まあね、あの企業活動していくとかね、まあ、そういうことになってくるのかなと思うんですけども、ただね、あの取引先が大体ほとんどの企業ってあると思うんで、その取引先が今度ね取引してくれなくなるっていうリスクもあるんで、まあ、本当にね、あの反社会勢力と、ね、関わりがありますよとかね、同一視されてますよなんていうのはね、もう本当にもうね、死活問題と言ってもね過言じゃないのかなということでね、まあ、これに対してはね、もう徹底抗弁していくしかないんですよね。それで徹底抗弁できない場合はもう、沈黙を貫くと、まあ、どっちかなのかななんてね、あのぶっちゃけ丸は思います。で、まあ、なんですかね、このまあ、例えば自らまたは第三者を利用して、ね、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行うものということでね、まあ、要はこれは脅かしをかけてくるようなもんですよね。まあ、こういうようなことをする人っていうのが、まあ、裏社会にいっぱいいますよってことなんですけど、まあ、一般人がもしそれをされた場合はね、すぐに警察に相談ですね。もうそれに勝るものはないですね。うん、警察の方での、まあ、判断っていうのがあるんで、そういうね、証拠をきちんと、例えば録音、録画とかね、そういったものをした上でね、まあ、相談されるのが一番いいのかなと思います。まあ、この場合もね、例えば反社会的勢力だって認められてしまうような人に関しては、警察も手加減結構しないですからね。ということなんで、まあ、本当にね、まあまあ、いろんなね、こう生きてればトラブルとかあると思うんですけども、まあ、本当にね、ちょっと度を超えたようなね、要求されてますよとかね、まあ、本当、畏怖させるようなね、ことされてて、まあ、非常にね、困ってるよっていう場合は、まあ、証拠を残して、速やかに警察に相談していただくっていうのをね、ぶっちゃけまでね、一番お勧めしますということでね。まあ、反社会勢力っていうのは一見するとね怖いんですけども、逆に言うと、警察の方に相談すれば警察もね、親身になって相談に乗ってくれやすい、そんなね事案としてね扱ってくれる可能性も高いので、まあ本当にね、そういう正しく怖がるっていう言い方もちょっとおかしな言い方ですけども、まあ必要以上にね震え上がることもないし、まあ、冷静な、ね、何かされたとしても冷静な対処をすることによってね、まあ、大きな不利益を被らずに済むんじゃないかな、まあ、こんな風に、ね、ぶっちゃけまで思いますということで、一本動画作らせてもらいました。本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。